旭が丘町内会の皆様、町内会長の久保でございます。昨日ですね、回覧を回させていただいたんですけども、こういう状況ですから6月10日の定例会もちょっとねなしということにさせていただきます。前回と同様に回覧版のネタをですね揃えておきますので、それを取りに来て終わりということになります。特別な連絡がある方につきましては、まあペーパーでですね、紙でですね、私のところにポストインしていただいたりとか、メールなりね LINE とかね、こういうものも活用していただいてありがとうございます。こちらの方で送っていただいたら、それをまとめて皆さんに回覧するという形を取りますので、どうぞお寄せください。それからですね、 Zoom での定例会を希望されている方もいます。 Zoom っていうインターネットのねシステムがあるんですけども、こちらを使うと在宅で、リアルで出会うことなくね会議がスムーズに続けられますし、私も Zoom のね有料プランに入ってますんで、まあ少々の人数でしたらね、50人60人100人ぐらいでしたら、あ、全然やっていけると思いますんで、そういう提案もいただいてありがたいなと思います。ただしこのインターネットの仕組みにつきましては、まあやってない方とかね、やる気がない方もいますんで、そういった方への配慮もありますから、いきなりじゃあインターネット会議室を使いましょうとか、テレワークをやりましょうっていうふうにね、まあ安倍総理の方もねテレワークを進めてくれてますけども、実際に国民としてはなかなかねっていうところもありますんで、そういうことも鑑みてね、世の中はテレワークに進んでますけども、ちょっと町内会を考えた時には、まあ将来的にはあるんだけども、今の時点ではそんなすぐにはできませんよねっていうことを鑑みてですね、一応 Zoom でやるってことは今のところ考えておりません。ただね、7月以降のことを考えると、 Zoom でできる方は Zoom でやって、そしたら町内会に、出席する必要ないよみたいな形を取っていくことによって、会館に集まる人数を減らしていくっていうこともできるのかなと思いますけども、なかなかね、いずれにしてもね、今の時点では決断がしかねるところなんで、ちょっとご了承いただきたいと思います。で、加えてなんですけども、もう8月のね夏祭りのことを考えていかなくてはならないんですよ。通常でしたらそうなんですけども、ご存知のような社会情勢ですから、やっぱりご不安な、ね、気持ちを抱えていらっしゃる方もいると思うんですよ。で、中にはそんなことをね夏祭りやるなんてけしからんって思う人もいると思います。で、ここでですね、皆さんに意見を聞いてみたいなっていう、そういう場を設けようとも思うんですけども、ただね、聞いたところでこれ多数決で決めるようなもんでもないんですよね。まあ、ですので非常に今のところ苦慮してますけども、非常事態宣言は解除されましたけども、まだね、東京ロードマップみたいなのも発令されたりとか、広島県内でもねお亡くなりになった方とか、それから心理的なもんですよね、多くは、そういうのも配慮して、まあ何度かお話ししましたけども、この2020年度の行事は、まあ、全てなくなるかもしれないっていう覚悟を前提にですね、進めさせていただきます。もちろんこれ決定ではありません。全てできなくなるかもしれないなってことを前提にですね、今まで通りあるのが当たり前ではなくて、これからは開催したことを本当貴重なもんだというふうにしてですね、記録もちゃんと取ったりとかで、ね、楽しんでいただけるように全力投球、みんなで町のみんなで作り出していきましょうということなんですよ。このね、町内会の行事っていうのは会長一人が作るもんでもないですし、それから役員さんでやってるものでもないです。これはね、この町にお住まいの一人一人皆さんがですね一緒になって作るもんですから、もちろんね参加されない方とか興味ない方もいらっしゃると思いますけども、まあいずれにしましても、この伊勢ヶ丘、旭ヶ丘という学区で、過ごしているわけですよ、私たちはね。で、夏祭りってものに対して少しずつの力が集まって、一つの大きなビッグイベントができると思います。ですので、どんな方が欠けてもできませんしね、もちろん参加しない方が関係ないよってことじゃないんですよ。で、その方も興味を持っていただけるような街づくりをしていかなければならないかなとも思いますしね。で、いろんな事情で夏祭り参加できないよとかね、平日の夕方とかにそんな仕事今忙しいから集まれないよとかね、いろんな事情を抱えていらっしゃる方もいると思いますけども、その辺も込みでね、全く無視しているわけではないよと、今までまだ出会えてない方のことも考えながらやっていますよってことをちょっとこうお記憶に留めていただければなと思います。いずれにしましてもね、本当にこのいずれにしましてもっていうフレーズばっかり出てくるんで申し訳ないんですけども、私も暗中模索の中やってるところがあります。皆さんからのお考えとかね、もう本当個人的な見解でも全然構いませんので、お寄せいただければ全てに目を通させていただいて、全てを私の判断材料にさせていただきたいと思いますので、何卒ねお付き合いをよろしくお願いします。それでは本日は以上です。5月の26日朝9時の放送でございました。朝9時ですね、朝9時5分でございます。それでは失礼します。